こんにちは、8月20日、いかがお過ごし、皆様いかがお過ごしでしょうか、ね久しぶりの日曜日にね、お休みになって、ゆっくりしておられると思いますけれども、まあ、あの1週間後に、模擬試験もあったりとかしながら、どうやって勉強したらいいかな、がねこの時期まだ、いまいち分かってない人もいると思うので、まあ、出題範囲も踏まえながらね、ちょっと授業をやっていきたいと思います。しっかりね、一つ一つを理解して、何度も何度も分かるまで見てください。で、まあ、その後に、チャンネル評価ね、高評価でなくてもいいです。感じたこと、分からなかったことを、こうした方がいいんじゃないかなっていうこととかをあれば、ぜひぜひね書いていただけたらと思います。で、それをね、参考にしながらより良いものをね作っていけたらと思います。で、まず今回のね、まあ、模試の範囲として出てきたのがいろいろな計算って載ってたので、まあ、みんなはね持っているテキストの10ページの計算の工夫っていうところ9番になってます。ここには 1,2,3,4,5 って書いてますけれども、まあ、1,3,5,7,9 の問題をピックアップした上で、解説をしていきたいと思います。で、 1,3,5,7,9 をやった上で 2,4,6,8,10 っていうのを、まあ、それを参考にしてもらえばね、十分できると思いますので、だん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 やっていくとあのパターンっていうのが見えてくると思いますので、参考にねぜひぜひしてやってください。それでは始めていきます。前こんな感じで問題書きました。1番が100足す99分の99と99分の98かける99という計算、洛南高附属中学の問題で、3番の問題が72かける23かける24かける25、抜けてますね、引くことの22かける23かける24という問題です。これがまあ立命館中学で出題された問題です。で、3番の問題が、289かける 1.15 足す 36.1 かける 28.9 足すことの224かける2.89ですね。224かける2.89ですね。はい、4番が、まあ、これが、関西小倉中学校の問題。4番が、31.2 かける 1.23 引く 6.24 かける4で、足すことの 0.312 かける7、の問題ですね。これが明星中学大阪ですね。で、当番の問題 6.28 かける24分の5引くことの 3.14 かける8分の1足す 1.57 かける、12分の5という問題ですね。一旦ね、まあ、一回もしかしたら書き込んじゃっている人いるかもしれないですけども、このテキスト本当に参考書になるぐらいまでボロボロに何度も解いてみてください。書き込んじゃっている人は、まあ、もう一回、ね、動画を止めて写してノートに書いてもらってもいいし、そこはもうやり方っていうのはお任せしますので、そんな感じでやってくれと思います。それではお願いします。はい、ではいきたいと思いますね。まず1番の問題からいきます。これですね、なんとかこの99っていうのを弾けるようにしたら、弾けるというか分母を消すというかね、全部楽して計算するようにするにはどうしたらいいかっていうことだけを頭に入れながらやってもらえたらいいと思います。まず1番ですね。1番はこの帯分数がちょっとめんどくさいので、ここを100足す99と99分の98を分けてですね、かける99にしてもらったら楽じゃないですかということね。ここの部分を分けます。で、なんで分けるのかというと、99と99で消すことができるんですね。で、まあ、やっていきますね。まず掛け算っていうのはさっき計算しないといけないので、まあ、100は置いといてですね、ここはこうですね。なので99かける99足す99分の98かける99ですから、こいつとこいつは消えます。なので、まあ、100足す99足す99かける99足す98というのが残りますね。そうすると実はこれ100と98を足しちゃうと
丸のところが 99×2 と解けちゃうんですね。で、足すことの 99×99 と、こういうふうに置けますので、こうですね。で、これを、99同士で合わせちゃうと、こっちに来ますね。99×99 足す2と、こんなふうになります。見えるかな？映っているかな？ちょっと微妙かな？ちょっとごめんなさいね。もうここ移したと考えてください。分けました。分けて計算して、ここの部分を消します。ここの部分をここに変えると、これがですね、 99×99 足す2です。 99×101 です。で、ここで筆算をせず やるっていうことをちょっとね見てもらいたいんですけども、これ言ったら101っていうのは 99×100 と 99×1 ですから、100倍するってことは後ろに00つけたらいいわけですし、99個分ということですから、計算すると9999と、こういうふうに求めることができます。いいかな？っていうふうにやってください。これ1番です。OK かな？はい、じゃあね、その都度動画止めてくださいね。2番いきますね。1番を消します。で、2番です。2番はどうやって考えるかというと、なんとなくまずここをさっき見てください。 72×27 っていうのをわざわざ24×3 って考えちゃうかもわからないですけども、なるべくこういうややこしいのを消しちゃいましょう。24、23っていうのを2つと持っているので、ね、ここを 23×24 持ってますね、をかけることの 25-22 と置いちゃってください。そうするとここは実は 23×24×3 と、こういうふうにまとめることができます。いいかな、に対してあとこいつを足したらいいだけなんで 72×27 足しますと、ね、そうすると次どうすべきなのかというと、これ消しますね。ここを消すとですね、72というのを、ね、24×3×27 と、ここで初めて戻すことができます。ね、24×3×27。で、こっちが足すことの、24×3×23 と、3っていうのはこの3ね。で、24と3、24と3というのができたので、24×3×27+3、つまり 72×27 と3で、30かな、あ、30じゃないわ、23ですから50ですね。こういうふうに計算したら、もう 72×5 に0つけてくれたらいいので、3000と600と、こういうふうにね求めることができます。いいかな。はい、じゃあ次3番ですね。3番はちょっともうちょっと分かりやすい形ですと、同じ数字の並びが出てきました。289289289っていうんですね。まあ、289というのは 17×17 の平方数の数なんですけども、まあ、点と位置が違うんで、全部これをね小数点を揃えてください。そうすると、まあ基本こういうのは真ん中に揃えるっていうのが一番いわゆるセオリーなんで、ここを 28.9 に変えます。そしてこっちをかける 11.5 に変化させます。で、ここはもうそのままです。 36.1×28.9 で、ここを 28.9 に変える代わり、こっちをずらします。足す 22.4×28.9 と、そうするとここですね、これが 28.9 に対してかけられる数です。そうすると 28.9×11.5 足す 36.1 足す 22.9 っていうのが計算としてできることになりますね。11.5、36.1、22.4 と、ね、そうするとこれで339なのかな、33.9、
33.9 と 36.1 ですから70っていう数字が出るので 28.9×70 というふうになるんで 289×7 を計算してください。2023になると思います。で、毎年こういう問題っていうのは1番の位置に出がちな問題なんです。ちなみに、2023年に 出されるっていう問題なんで、どこの学校も定解しなかえね、そのリラックスしてもらおうという趣旨で、多分その数字にちなんだ、ねことを出してくることが非常に多いのが最近の、入試問題のトレンドかなと思います。ただまあそんなことにこだわらなくていいんでね、頭しっかりね、操作できますかっていうのを確かめられてると思って、やってもらえたらいいんじゃないかなと思います。来年だったら2024だからって言って2024をって書いたら正解になるというわけではないので、そういうような横島な考え方っていうのはやめてください。はい、じゃあ4番ですね。4番これです。3126240.312 っていうのが全部同じように揃えるんじゃないかなっていうことを予測しながらやってください。で、まあ 3.12 にするのがなんとなくいいかなと思うんで 3.12 揃えちゃいます。3.12 揃えるとこっちが12.3 で 3.12 に変えるとこっちが2倍で8で、こっちを 3.12 に変えると 0.7 と、こういうふうに変えることができます。そうするとですね、もう 3.12 統一なので 3.12×12.3 引くことの8足す、0.7、 そうするとこれが12.3 と 0.7 なんで 13-8 と、こういうふうに求めることができるので 3.12×5 と、ね、こういうふうに計算してください。 15.6 というふうに求めることができます、ね。なんとなく、ね、これとこれだったら数字の並びが同じだか分かると思うんですけど、312 2倍したら624になるんじゃないかなとか、こういうのは日々、ね、しっかり、訓練をしておいてください。まあ、どんな訓練したらいいねっていうのは難しいかもわからないですけれども、まあ、慣れておくことですね。その辺を意識してくれたらと思います。雷鳴ってますね。ね、外は、どんな感じでしょうかね。まあ、全国ね、西は神戸、東は大阪、北区、北は兵庫県宝塚市ぐらいまでの方見られていると思いますけれども、どうでしょうか。はい、じゃあいきます。はい、最後ですね。もうこれもよく出てくるパターンです。3.14 の倍数みたいな感じですね。まあ、ここをもう 3.14 統一しちゃいましょう。2で割りますから2倍。割る2の時はかける2ね。そうすると12分の5。そのままにしてください。ここは 3.14 にした分、2で割ってください。そうするとこんな感じになります。そうすると、3.14 かける。12分の5引く8分の1足す24分の5なので、これで8分の5になるのかな、24分の10になるので、24分の10と24分の5で8分の5、引くことの8分の1ですから8分の4になるので、ここの答えは2分の1と、すると 3.14×2分の1 なんで 1.57 と、こういうふうにね求めることができます。全部あったでしょうか。こういうふうにね、まあ、テストの時っていうのは工夫して求めなさいっていう問題が出ているかもわからないですけども、何気にどこの学校でも1番の2か3あたりにいかにも工夫してくださいっていう問題出ます。 3.14 なんて12で割れないですから、こういう並びがあったら本当にね、絶対揃えてやった方が楽なんですよっていうね、出題者の意図っていうのを組んであげてもらえたらと思います。はい、まあ、今日の勉強はまず第一弾で計算の工夫ということでこんな感じでやりました。残りの問題自分でちょっと頑張ってみてください。それではさよなら。